て何度も聞いたことあるという方もいらっしゃるかもしれませんが、私の40歳の誕生日でした。そして同時に当時私が県連幹事長を務めていた民進党の宮崎県連が擁立していた2人の衆議院候補者を選挙戦を戦わせることができないとなり、県内全ての選挙区で私たちが責任を持って擁立できる候補者がいないということを決断をせざるを得ない痛恨の極みの一日というのが私の40歳の誕生日でした。立憲民主党でもう一度たくさんの皆さんがそれぞれが思っている社会課題なんとか改善したい、解決したい、前に進めたい、そういう思いを実現させていくための舞台装置として、活動のフィールドとして立憲民主党が必要だと思った。青臭い思いと言われるかもしれないが、それを実現できる新しい政党を枝野さんと共に作りたいと思って歩んできた4年間です。宮崎1区から枝野幸男が総理大臣になるために、何とも何としても議席獲得に全力を注ぎたいと思う。そして私はただの数としての一議席ではなくて、枝野さんと共にこの国の政治を本当に国民を大事にし、皆さんが安心感を担保でき、そしてそれぞれの思いをきちんと社会の中に実現していく、そういう環境を作るための国会議員になりたいと思う。枝野代表、もうすぐ渡辺総が枝野代表のそばで働いてもらえるよう、宮崎の皆さん一生懸命国会に送り込みますから、何卒よろしくお願いしたいと思います。それでは枝野幸男代表から皆様に直接お訴えいただきます。よろしくお願いいたします。コロナ禍の中にもかかわらず、たくさんの皆さんにお集まりをいただいたり、足を止めていただき本当にありがとうございます。立憲民主党代表の枝野幸男でございます。どうぞよろしくお願いいたします。そして宮崎の現場の課題、国が動かないと動かないんだぞという声を私たちに届けてきてくれる渡辺翔さんの政策力、そして地域に寄り添っている政治活動、実は今の立憲民主党の仲間、全国の仲間が渡辺翔と言ったらみんな知っている。それだけすでに実力が認められている。その渡辺翔がいよいよ皆さんの声を直接国政に届ける、その大きなチャンスなんです。ぜひ皆さんの力をこの機会に一気に沸かさせていただきたい。まず冒頭そのことを心からお願い申し上げます。新規の感染者の数が見かけ上大きく減っています。このまま減らしていって抑え込むことができれば、日常に近い生活をかなり取り戻すことができます。でもこれまで何度もこういう状況で少し気を緩めたらリバウンドしています。そしてリバウンドしたらあっという間に患者が増えて、リバウンドのたんびに山が高くなって医療崩壊で、まともな医療を受けられずに命を落とす、そんなケースがたくさん出てきました。だから今やらなければならないこと、それは緩むんではなくて医療体制をしっかりと整える、今こそ進めなければならない。そして何よりも総裁が言った通り、水際対策強化をする、検査の体制を強化する。新規の感染者減ってるんだから、一人感染者出たらその周辺に症状出てないけど感染してる人がいるかもしれない、その人が他の人に移さないように、広い範囲でその周辺だけでも PCR 検査しましょうよ。世界中それやってるんですよ。日本だけですよ、こんなに検査してない国は。でも何でも同じことを日本国民の命と暮らしを守るためにやらないんですか。おかしいじゃないですか。私たちはこのことを昨日今日言い出したんじゃないです。私たちが PCR 検査が、これをできるだけ幅広くやることが感染封じ込めるためのポイントだ。そして法案を国会に出したのは3月。私たちには対案じゃない、私たちに案があり、自民党にこそ対案がないということを
ぜひ多くの皆さんに知っていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。コロナで浮き彫りになった経済対策として格差を是正し、貧困を減らします。もう一つ、景気が悪い理由は不安です。世代交代というんだったら私が一番若い、それでも50代も7になっている。50代から下手すると40代半ばぐらいから、あの麻生さんの話聞いたら、そんな食べられないのやばいな、老後の医療や介護考えたら、車買うのやめよう、テレビ買うのやめよう、家建てるのやめよう、なりませんか。そして麻生さんが言っただけじゃない、現実に老後の不安は大きいじゃないですか。経済は回っていくんだ。ところが多くの若い皆さんが、まず不安定な仕事でとても家族を持つ、子供を産み育てるんだ、そして子育てに金がかかる、教育に金がかかる、特に地方では都会の学校に、福岡の学校に子供が行きたい、東京の学校に子供が行きたい、すっげえ金かかる。そういうことを考えたら、子供を産み育てることを諦めてしまう、将来いた方がいいなと思っていても諦めてしまう。こういう人たちが正規で働けるようになれば、それで初めて多くの場合ローンが増えるんです。ローンが増えなきゃ車売れません。ローンが増えなきゃ高級家具を建てれば売れません。マッチや家やマンションを作る人はいません。まさに今、国内で消費が冷え込み続けている、その経済を立て直すためには、これまでは厚生労働省の仕事、福祉とか社会保障と言われていた仕事、でもそれは同時に当事者を助けるだけではなくて、経済を回していく大事な大事な社会全体の課題なんだ。私は15年ぐらい前から実はこれずっと訴えてる。競争すりゃ良くなるんだ、あんた何十年前から言ってるんだ。優勢民営化したら全て良くなるってあんた言ってたじゃないか。優勢民営化して競争を激しくして良くなりましたか。まさにあれは昭和の成功体験。ありがとうございました。ありがとうございました。